は、RWS トリブル地区千葉茨城支部正吾コーチです。今日はですね、サイドのボールの受け方をやっていきたいと思います。今日ちょっと紹介するのは左サイド。右サイドは逆バージョンで考えてもらえたら全然 OK ですので、こちらの方をぜひちょっと YouTube の方で紹介したいなと思ってたので、こちらの紹介をしていきます。で、もちろん正解不正解ってあると思うんですけども、あくまで一般的な、もうこれが定番っていうのをやっていきたいと思いますので、今の小学生でちょっとできてない子がちょっと多いかなと思うので、右利き左サイドバージョンでやっていきたいと思います。それではレッツゴー。まずですね、グラウンドをこう見てもらうと分かるんですけど、このマーカーがタッチラインになります。で、このコーンが相手選手のイメージですね。で、左サイドでこうボールを受けるんですけど、まず第一条件として、サッカーの守備の時にこうやって縦を切られるシーンはないと思います。基本的にはサッカーは中から守るので、この相手選手も一応こう中をケアしながらの守備になるのかなと思います。そこでですね、この右利き、私右利きなんですけども、小学生で左サイドをやる時に、もちろんこうパスが来て中にこうトラップ、もちろんこれも OK だと思います。ただサイドにこう開いてもらうときに、このまま右足でトラップしてしまうと、相手選手と近い状態でボールを保持しないといけなくなってしまいますので、これは不正解不正解ないとは思うんですけど、少し例えば J リーグの試合、海外のサッカーの試合を見ててあまり見受けられないシーンかなと思います。一般的には外で受けるときはしっかり遠い足でトラップ、そうすると、ボール 2,3 個分なんですけども、相手との距離ができるので、これを意識してやってもらいたいなと思います。もちろん相手に対してこう中にトラップして中にこうドリブルするっていうのも選択肢の、中にトラップして、中にドリブルするっていうのも選択肢だとは思うんですけども、サイドでボールをもらうときにしっかりと遠い足でボールを持つ癖をつけてほしいなと思います。左利き右サイドは逆です、遠い足が右足になると思うので、利き足と違う足になるので、小学生ってよくやっぱり得意な方の足を使いたがるんですけども、ドリブル軸でも得意な足を基本的にはドリブルで指導するんですけど、このトラップは遠い足で持つっていうのをイメージしてもらってやってほしいなと思います。今日はですね、サイドでのトラップする足、本当にビビたる差なんですけども、やっぱり上手な子、またはサッカー選手だったり、Jリーガー、海外の選手、日本代表なんかだと、やっぱり右の選手左サイドで持つときはしっかり遠い足で持ちますし、時と場合によっては右足で中に入ることもあるんですけども、一般的なもらい方としては遠い足っていうのを意識してもらってやってもらえたらなと思います。あともう一個だけ、例えばまだサイドにスペースがあるときに、わざと呼び込んでからこうやってバックステップを踏んでもらうやり方もすごく重要なボールの受け方だと思いますので、これできてない選手すごく多いと思います。最初から外に張っちゃっててもらうのと、前にいて呼び込んでからもらうのとでも相手のディフェンスのリアクションが違いますので、これも意識してもらえたらと思います。こういった動画をですね、RWS ドリブル塾では、この YouTube のチャンネル登録と、あとは公式 LINE ですねの方を追加していただくと、動画のプレゼントをさせてもらってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。公式 LINE の方は各支部によって、公式 LINE が異なりますので、そちらだけ、自分の住んでる地域を見て、各支部に連絡を送ってもらえたらと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。